続いて、第2位ディズニーシーでお酒を飲むいやこれは、やっぱ私まだ、なんか大人じゃないなと思ってて。大人じゃないなって思うのは、例えば私は結婚式に一度も参加がしたことなくて、やっぱそういう何個かやったことないこととか、やっぱこれをやれば大人みたいな。例えば、お年玉を誰かにあげるとか、やっぱそ自分の中で大人、 これをクリアしたら一歩大人になったみたいなポイントがあっての中の一つがディズニーシーでお酒飲むことなんですよね、すごいえ何,何があるかわかんないけどでもなんかそんなそんな知識もないしなんかすごいお酒大好きで何の種類がとかいう人でもないのになんかディズニーシーでお酒ってかっこよくねみたいな <laughs> ちょっと思っててだから飲みたいただなんかちょっとい杯飲んじゃったみたいな話をみんなにしちゃうみたいな なんか私ディズニーシーでなんとか飲んだよみたいな。かっこいいじゃないですか。それがやりたい。だからディズニーシーで <laughs> お酒を飲む。これが2位。2位です。